6月には約2500株のたくさんのアジサイが咲いている明月院です。平日にもかかわらず大勢の方が明月院に向かっていました。信じられないぐらい多いです。びっくりでした。はい、これから拝観料500円を払い入ります。こちらの明月院を立ち去るとき、なるほど納得でした。アジサイ三昧の明月院でした。アジサイ寺の異名を持つというのもなるほど納得でした。ここ明月院は JR 北鎌倉駅から徒歩約10分のところにあります。スマホで写真撮影している人を多く見ました。まあ、綺麗な花をバックにしての嬉しい記念撮影ですね。花菖蒲は5月下旬から6月上旬。国指定史跡の明月院の創建は永暦元年。攻略2年上杉憲方が寺院を拡大しました。明月庵は明月院と改められ寺院の首位に置かれました。善光寺は明治初年に廃寺、明月院の身を残し今日に至ります。
花思い地蔵さん、お花を抱えてますね。抱いています。明月院櫓です。櫓とは鎌倉時代の洞穴墳墓、なおホラー穴でも OK です。ただし文化庁ではこう言っているそうです。開山堂です。鶴瓶の井と呼ばれています。枯山水庭園、
これまでの人生でこれだけの紫陽花に囲まれたところへ来たことなかったんで、とても感慨深いものがありました。感動した紫陽花の名所、明月院でした。ここから鶴岡八幡宮です。源頼朝ゆかりの神社です。もうそろそろ七夕ですね。今日は6月下旬です。もうすぐ七夕です。写真を撮っている方が多かったです。
ここから国王鎌倉大学となる高徳院です。3月下旬から4月上旬にかけては約60本のソメイヨシノシダレザクラが咲きます。花を見ながら大仏様を見るのもいいですね。阿弥陀仏如来像は10年前後の歳月をかけて作られたと見られています。大仏様のわら草履が展示されています。中に入れるそうですけどね、過去は入りました。そんな記憶があります。ただ今年は雰囲気が感じられません。多分ウイルス流行中なので中止になっているかもしれないですね。与謝野晶子直筆の歌が刻んであります。代表作は乱れ髪などがありますね。前スリランカ大統領の石碑ですね。まもなく大仏様にズームいたします。
はい、ここから伏せ寺です。はい、地蔵堂です。ここは阿弥陀堂です。左が本堂ですね。観音堂になります。ただいま眺望散策寺を歩いています。アジサイ小道です。
動画後半なんですけども、宿題を残したことがありました。それは行きそびれたところがあったためです。それは観音ミュージアムに行かなかったのです。悔いが残ります。まあ撮影できたかどうかは分かりませんけども。弁天窟も行きそびれました。視聴者の方が長谷田に行かれた場合においてはお忘れなくです。ここは胸像です。ここは三原市台です。鎌倉の街並みと相模湾が広がります。ご視聴いただきましてありがとうございました。なおチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。この動画が良かったと思われましたら高評価ボタンを押していただけますと嬉しいです。